おお、すげえ。倒してからの来た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 、これです、これ。おお、来たー、来たどうもこんにちは、俊二です。こちらですね、以前ご紹介した激しい戦いをしてくれたバトル昆虫カブト防具、これはねセットなんですが、こちら単体売りの KB03 アトラスオオカブト、見ていきます。下に実際のアトラスオオカブトの写真が載ってて、こう上から胸郭2本、下からね頭角1本長いのが生えてますね。生息地はフィリピン他って書いてます。でこれも遊び方はね前と同じですね。チャージアクション、こう動かして、で力を貯めてこう走らせるっていうね。この間初めてやったんだけど、このバトルステージボコボコになってるから、これなんかうまいこと走らないんじゃないって思ったんだけど、カブト防具めちゃめちゃパワフルに走るから、もう全然問題なくね走ってましたね。セット内容、本体に胸郭ですね、あとタイヤ、 S タイヤが4個と L タイヤが2個なってます。シールにリアパーツが入ってますね。箱から取り出します。あ、すごい、これ透明のケースに入ってるんだ。今回のアトラスオオカブトの色かっこいいな。であとタイヤとシールです。本体のね全強ファイバーのこの上のところに、胸郭ですね、2本の角をですね、まあこれもう差し込むだけなんで簡単に組み立てれて、あと後ろのリアパーツですねは、これスライドさせてセットしますね。タイヤね向きがあって、この、穴が真ん中のやつがこれ表で、そう丸い穴がずれてるのが裏になります。この S タイヤの表か裏、まあ差し込む方向によって動きが変わりますね。ではまあ真ん中の方表でいきましょう。はい、一番前と後ろで真ん中に L タイヤですね。はい、 L タイヤを差し込んで反対側も同じようにセットします。シールね貼ります。アトラスオオカブト完成です。横がね約 6.5 センチで、全長が約12センチで、ボディの色はですね青黒いね色になってて、そしてこの黄色の柄がめちゃめちゃかっこいいですね。特徴はね2本のこの胸郭で、横から見るとねちょっとこう下にねこう R がかかってこう垂れてるような形で、下からねこう長い頭角がニョキッとこう突き上げるように生えてますね。タイヤ L タイヤ真ん中で、あと S タイヤ両サイドにセットしてます。後ろのリアパーツがこんな感じで、その下にチャージホイールがあって、走らせるのに本体を持ってこうね起こして、はい、こんな感じで動かしてチャージして、はい、こんな感じで前進してですね、こう下からこう上にニョキッと生えてる頭角が上下に動いてますね。スターターセットに入ってた2体もせっかくなんで動かしますね。ちょっとこう動きが違うかな。はい、あ、これは、さっきと似た動きなんだけど、タイヤの、向きを変えてるからちょっとねカタカタした動きになってて、こう震えてますね。でこう下から伸びてる頭角が上下に動いてます。さっきのヤマトカブトで、こちらがミヤマクワガタです。はい、クワガタなんで、あの大顎がねこうあって、はい、動かすと上下にねハサミ部分が動くようになってます。でこのハサミは、はい、こう締めたりもねできて、うん、これでこう作戦を立ててねバトルできるんで、クワガタ系はこの大顎を開けるか閉じるかとか、まあそういった作戦なんかもこう立てれますよね。アトラスオオカブトバトルステージで動かしたら、まあどんな感じになるのかっていうのをちょっとやってみますね。まずはチャージさせて、でバトルステージスタート位置にセットゴー。パワフル、このガタガタ道もね、何の問題もなくこう走って最後まで走り切ると。走らせてる時に動くこの頭角ね、これで相手を持ち上げるんでしょうね。さあ、早速バトル開始。アトラスオオカブト VS ヤマトカブト。ヤマトカブトが先に落ちたかな。もう一度バトルいきます。ゴー。
また今回もすげえ微妙なんだろう、こうアトラスオオカブトが方向向きを相手の向きを変えてもう落ちていくっていうね、そんな感じですね。やっぱパワーでひっくり返らせて勝ちたいね。あー、やっぱ頭角ね、頭角が入るかどうかがポイントで、わー、今度はアトラスオオカブトが負けちゃった。こう下から生えてるこの頭角がこう相手のこう下にね入らないとちょっと厳しいんで、はい、タイヤの向きを変えます。 S タイヤの向きをねこう裏にして、これでちょっと戦いが変わるかも。 GO! おー、来たー、おー、来たー。タイヤの向き変えたらいい戦いしてましたね。こうね、2体がこう起き上がる、こうスタンディングドロップね、で倒されて、さらにね押して押し出してくれたらよかったんだけど、そこまではいかなかった。もう一度やってみましょう。やっぱね、スタンディングオーバードロップのね技、こう押し出してほしい。そっから倒して、なんか押し出しもちょっと見たいっすよね。おー、行きたくてき、おー、すごい。いや、今の一本背負いっぽかったね。こうくるっとこう回して、腰回して投げ飛ばしたみたいな。今度はね、クワガタ、ミヤマクワガタとバトル。おー、すげえ。倒してからの、来た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 、これです、これ。めちゃめちゃかっこいい大技出ましたね。ね、タイヤの向き変えると、全然こう、バトルのこう流れが変わります。おー、来た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 。すげえ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 。すげえすげえ。どうなの、どうなの、最後。最後どうなる、どう、終わり力尽きた。はい、まあ、でもこれ、もう、ミヤマクワガタ勝ちでしょう。タイヤね、S タイヤの向き、ちょっともう一度元に戻しますね。これでバトルするとどうなるか。来た来た、もう、来たさあ、行け。下から突き上げろ。来た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 、おー、来た。下から突き上げてひっくり返した。さあ、ここから持ち上げて、わ、いい戦いしてる。押し出してほしいけど、あー、なんだろう、このアトラスオオカブトのこのリアパーツがね、こう下に支えててめっちゃ効果的。あの、倒れてないからさっきのももしかしたら負けにならないのかも。うん、それだったらこのリアパーツの効果はすごいですよね。きたー、おー、すげえ、かっこいい。頭角でひっくり返して場外に出した後、自分は何事もなかったかのようにこうコースを出ていくっていう、すげえかっこいい退場の仕方。こちらバトル昆虫カブトボーグ KB03 番アトラスオオカブトを組み立てバトルさせたんですが、色がねかっこよくて、やっぱりこう上からニョキッと伸びてるこの2本の胸郭で相手をちょっとこう抑え込みながら、こう下からこう突き上げる感じね、かっこよかったね。最後頭角でこうひっくり返してもう場外に出して、もう何事もなかったかのように出ていく姿がめちゃめちゃかっこよかった。はい、ということで今回はこの辺で。動画最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしかったらコメント、高評価ボタンの方ポチッとよろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。